無理みたい、特に覚悟もなく、ふわふわそれでいける気が走ってたけど全然間違ってた。現在地は冷たい、ハーシュは声出して立っても不安はピッとしたつま先と裏腹のままでもあった。近づきたいのに聞きたくない、頑張れみたいな言葉、割り切っていてみたいな言葉、知らない知らない、私には響かない、重なってく消せない景色のかけら、私の中に影を広げた、壊れだしちゃいそうだ。後悔とかしと今もないの、毎日がそこへレシピテーション、めくる時の歯車でなくしていたけど、知りたい昨日の感情追い越し、どこにしよう、リハサル間もなくページ飛ばそう、言いつけないよ、形勢振りだってば、知らないことだらけのハードワーク、合わない計算、目がくらんだ、どんだけ気を張っても体は一つでグッと飲み込んだ痛み、まだ曖昧、白黒つかないワナファーブな秒で迫り来るアナナファイム、オーバーチェイクオーバーチェイク、まだ神すら運命でない、ねえ待ってよ、果てない日々の果てには、あの人だけが見てる世界がちょっとだけ似たような、残りの向こうまで駆け抜けてみるよ、信じたい人が誰もすがりつく最後の希望、また涙は裏切るけど諦めない感じなら大丈夫さ、間違いじゃないよ、やり私でもあの人みたいに輝く日が待ち続けるよ、ただ一人 without a smile、 つながりをちょっと感じられたから、ブルースカイ微笑んでみるよ、お気を抜ける隙間があるならば、絶好チャンス、もがいてやる、もがいてやる、 It's justice、 また笑えるように、right。
ありがとうございました。はい、というわけでございまして、皆さん、改めましてこんばんは、角川アーティストライブボリューム10スタートいたしました、本日の MC に務めますアニメ音楽ライター角川隆一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、というわけでございまして、角川アニメを彩る主題歌アーティストたちが登場するスペシャルな YouTube ライブ、2022年一発目の生放送ということで、今回は現在、放送中のテレビアニメ箱詰め交番女子の逆襲よりこのお二人が早速歌っていただきました。じゃあ紹介いたしましょう。まずはあずなりこさんです。はい、あずなりこです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして野々子さんです。はい、海越え山越えやってきました。北の大地から試されるし大地からねやってきました、野々子です。今年も1年歌っていきたいと思います。今日が歌い始めです。歌い初めです。どうか今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そっか、まだ1月ですもんね。ですね。なんなら歌い初めの人もいるっていうぐらいの。私もだ。あ、そうですね、私もです。歌い初めです、はい、皆さんお二人とも歌い初めで、はい、私も MC 初めなんで、あ、みんな染め染めですね、染め染めでおめでたい日で、はい、熱くしていきたいと思いますんで、はいはい、でそんなね、角川アーティストライブで、お二人が共演したのが昨年の春以来だそうです。え、結構まあ経つ。なんだっけなんだっけあ、でも、うん、ライブないかったですよね。あ、そう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 、ライブパートなしのトークイベントみたいな。そうです、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 うんうんうん、そうです、トークイベントのみの。あー、そっか、そうそう、でもそんな経つんですね。特別会でしたね。そうそう、特別会です。はいはい、お二人がそれぞれその後いろいろ活動されていった、後のこの、まあ、2022年ということなんで、はい、はい、まあそのね、改めてそういった部分でございますけど、まあ、年が明けたって話になったので年末年始の話を聞きたいんですけども、はい、昨年、まあ、クリスマスでございますけども、またお二人でご一緒に過ごされた。そうなんです。25日デートのお誘いいただきまして、あら、はい、いただいたのに大遅刻しました。あそうそうそう、あの誘った方が遅刻したっていう。はい、そう、30分以上来なかったです。あらららら、なるほど。まあまあまあ、ね、まあそれはまあねクリスマスですから、まあ30分ぐらいはまああれなんですけども、何したんですか、お二人で。ご飯食べに行きましたね。クリスマスディナーを、ちょっといい感じの雰囲気のお店に行きました。お店に予約しまして寂しいって言うから。いや、言ってないです。いや、言ったでしょ。言いましたそうですよ、なのでそう、ね、そう誘ってくれて、寒空の下ツリーでツーショットを撮りました、ね、撮りました。なるほど、はい、じゃあ素敵なクリスマスをね、はい、過ごされてということでさあ、それで年が明けて正月でございますけど、はい、お二人でも結構、まあ、お正月はまったりゆっくり過ごせました。そうですね、私はゆっくりできました、うん、なんか趣味のスノーボードに行ったりもして、お、はい、結構ね堪能できたので、もうスイッチは切れ替わっております。なるほど、はい、十分英気を養って。はい、そうですね。なるほどなるほど、はい、私は年末の、仕事納めがちょうどリコちゃんと同じ現場だったので、 そ、 うだ、ね、そこまでまあ歌い切って、うん、あとはそうですね、作詞作業とかをしてました。あ、ちょっとアーティストっぽいですね。アーティストっぽいですね。アーティストでしょ、ね、年末年始も終われる感じのあ、しっかりとちゃんとなんかそうやってね、はい、いろいろとアーティスティックな。そうですね、実家に帰ってご挨拶もしたし、うんうんうん、まったりまったりもしました。まったりもしたし、はい、なるほど、充実したね、はい、正月を過ごされたことですけども、ちなみに初夢ってお二人見ましたかというので、初夢って、まあ、一番最初に見た夢のことですけども、はい、いろいろ定義がありますよね、うんうん、1月1日のね、うん、元旦に見た明けて次の夢とかもね、ありますけど、リコちゃんは私から振ります。じゃあこれ、はい、正直言いますよ、なんか考えてたんですけど、まあ、本当に覚えてないんですよね。まあ、なんか多分爆睡、3日間とも爆睡してたのか多分真っ暗な闇は深くない真っ暗なってでもなんか初夢聞かれたらどうしようかなって考えてたんですけど、うん、やっぱり考えるより本当に素直にあんまり見なくて、あ、でも昨日それこそののくとディズニーランド行く夢見ました。やったぜ。あら、そうやったぜ。そうなんですよ。すごいですね。それが初夢、それが初夢かもしれない。なんですかね、覚えてるのが初夢ってこと、ね、ですよね。そうそうそう、ね、初夢を正夢にしよう。おお、行きましょう行きましょう。
はい、演技がいい演技がいい遊びに行きたいです、はい、私はね、そうそう、羽をね伸ばし、伸ばしてね、うんうん、や闇にそんなに潜り込まないで羽を伸ばしに行きましょう。やめてし、のどくちゃんどうぞ初夢は、のどくさん初夢どうぞ、はい、私の初夢は、うん、なんかすね毛が大量に生える夢。それはそれはなんすかね、だからあんまり言いたくなかったんですよ。だからツイートもしなかったし。え、でもなんかツイートしてましたよね。私それで多分見たんですよ。いや、あの角川公式さんの角川アニソンさんにリップしました、うん、あ、全然こっそりこっそり全然見えてました。目がめっちゃ入る夢見てました。なるほど、ね、それが何を暗示してるのかっていうのがね。いやなんかでも毛の夢って割と見る毛の夢私見る夢結構決まってて、はいはいはい、毛の夢かツイッター誤爆。いやなんか闇深そうじゃん。あれは間違った。私より多分闇深い。間違った。みんななる夢があって。そうですね。お互いのそれぞれね、まあ片やディズニーランド。そうですね。私の方がホッピーホッピー。闇。闇真っ暗かね。闇って言ったら何でも闇になっちゃうじゃないですか。そうですよ。だからもうそれが何を暗示してるかって、まあこれからのね、2022年のお二人の活動に。ある種かかってる部分がございますから、はい、伸びやかに生きていきましょう。伸びやかに生きていきましょう。健やかに伸びやかに健やかに伸びやかに、はい、にぎにぎにくしまりましょう今年もね、はい、はい、というわけでそんな感じでねお届けします角川アーティストライブボリューム10、最後までどうぞお楽しみに。ここからはトークコーナーということですね。お二人にいろいろとお話を伺ってまいりましょうと。はい、よろしくお願いします、はいはい、オープニングトークだけでね、だいぶもう取れ高ありましたね。取れ高この後どうするんだってぐらいのスネ毛よりすごいなんか話できるかなっていう不安がね、ありますよ。スネ毛の印象つけないでください。そう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 、スネ毛のやめてください。そうそうそう、あの、ね、そう自分で言ったからしゃあない。足に目がいくでしょって。ちょっとね、でも大丈夫大丈夫。今ね、スネを見せるような演技なんですよ。スネ丸出しだからね。大丈夫ですよ、私は。私は大丈夫です、はい、今大丈夫ですよ、よかった。どんどん寄ってください、うん、安心してください、はい、というわけでございまして、はい、そんなことよりもという話じゃないんですけども、はい、まずは箱詰めでございます。そうですね、箱詰めでございます、うん、今回ね、お二人が、まあ、オープニング、エンディングそれぞれ担当する、こちらアニメでございます。箱詰めでございますけども、こちら、お二人が共演する一つの作品でオープニングエンディングを、担当するのは2019年夏の、うん、テレビアニメカナダのアストラ以来。はあ、懐かしい。3年も経つんですね。ね、もうそんな3年か、うん、もうおよそ2年、まあ3年弱です。年明けちゃったので、あっちゅうまですね、というぐらいなんですけど、うん、まあその、まあ、いわゆる黄金タッグといいますかね、はい、最強タッグがもう今回箱詰めで、まあ、また再びという感じなんですけども、その箱詰めなんですけども、まあすでに2話までね、現在放送されております。あらすじとしましては、なんとなくで決めた職業である警察官に悩む主人公河合と、ミスパーフェクトの異名を持つエース藤を、中心に描くお仕事コメディというね、うん、もう非常にもう面白い。いや面白いですね最強に面白いです。そうですよね、もう、うん、
あの本当にゲラゲラ笑いながら見れるっていうさ、はい、でちょっとグッとくるとかありますけど、うんうんうん、結構お二人もご覧、もちろんご覧になってっていう、もちろんでございます。原作も読んでますよね。そうです、はい、私も原作読んでます。競い合うようにね。私もめちゃめちゃ面白いです、はい、めちゃめちゃ面白いです。分かってますよ。分かってますよ。ちょっと落ち着いていきます。はい、というね、ございますけども、はい、まあ、いわゆるこのお仕事もの、まあ、いわゆる警官ものですね、交番を舞台にした、お仕事ものというお話なんですけども、まあ、それになぞらえてというお話なんですけども、まあ、まあ、河合もね、あの本当に、まあ、いろんなその、あの公務員 の、 あのそういった試験をね、はい、片っ端から受けて、唯一その交番勤務が、その警察官が、まあ、受かっただからというので、ちょっと辞表を最初持ちながらっていう感じで、ね、違う仕事したいっていうぐらいのお話ですけど、ちなみに、お二人が今の職業、まあ、シンガー、アーティストを選べなかったら、どんな仕事を目指してましたかっていう。はあ、これ結構ね、まあ、もちろんお二人とももちろん歌手を、ね、うんうん、目指してといいますか、歌いたくてっていうお気持ちは強いと思うんですけど、そうじゃなかったら、あんまり今まで話したことのないテーマでした ね話したことないです、うん、意外と、うんうんうん、そうですよね。あれ どっちかでいくかな雰囲気ですね。猫、ちゃんはでもさっき楽屋裏ではもう決まってるんだ。あ、そうそう、決まってるというか最近見えてきたみたいなね。あの、そうなんですよ、なんか私本当にこの歌以外でというかエンターテインメント以外であんまり考えられなくて、自分の職業が、はい、で難しかったんですけども、うん、多分主婦になってるかなって。あそうなんです。なんか全然頭になかった。お、ほんと、なんか主婦いい、いい、素敵だなって思いまして、それもなんか大学を卒業してから結構結婚式とかお呼ばれする機会が増えて、はいはいはい、なんかそれで、あ、なんか素敵だなっていうのがね、うんうんうん、思いまして、確かにそれしか出てこなかったですね、逆に言うと。そう、なんかでもイメージ的にアザーさんの主婦姿とか、あの、うん、家事しながら歌ってそうですね、なんかね。ディズニー的な。そうそうそう、いいですね。歌い踊り、鳥とか呼んじゃいますよ、ね、鳥。窓開けた時にちょっと空見てね。そうそう、鳥とかネズミとか。ハミング聞いてね。そう、鳩とか呼んじゃいますよ。そう。なんかそういうイメージが。そうですか。そういった奥様だったんで。よかった、爽やかな感じで。爽やかな感じよね。あー、なるほど。野々奥さんはいかがですか？私はそうですね、今やっているプロジェクトがきっかけでまた、うん、あの思い返したこともあるんですけど、はい、アニメーターというか映像作家さんというか、映像クリエイターになりたいなって、うんうんうん、小学校中学校の時は思ってました。もともとそういうの思ってて。そうですね、あの絵描くのが好きで、昔からお絵描きばっかりしてるような子だったんで、はいはいはい、本当に、うん、イラストレーターさんだったり、あとは洋服も好きなんで、そのキャラクターデザインとか、はいはいはい、デザイン系の仕事に就きたいなって思ってた頃はあります。なるほど、かっこいい。そう、逆に言うとね、もう昨年からの活動というところ の、 その MV を自分でそのアニメーション MV の、まあ、プロジェクトだったりとかっていう、ね、ありがたいことに、はい、うん、なんかそういったものである種一つまた兼ねていると言いますかね、叶えていると言いますか、いや嬉しいですね、なんかこうして広げていけてるのはね、うんうんうん、かなりありがたいですし、うんうん、また私も本当に何だろうな、好きだったことをやらせてもらえてるからこそ、うん、勉強しようって思いました。あ、なるほど、うん、さらにもっといろいろ知ると言いますかね。そうですね、その言ってる用語だったりとか、うんうん、表したい表現のこととか、私が分かりたいってすごい思うんで、うん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 、勉強してみたいなって思いました。なるほどね、はい、いいですね。さあ、じゃあですね、続いての質問なんですけども、まあ、箱詰め、その河合と藤の、まあ、いわゆるバディというのがありますけども、まあ、河合から見てその藤が、まあ、いわゆる先輩に当たりますというわけでございまして、今のお二人にとって先輩で思い浮かべる方はどなたですかという質問でございますけども、はい、はい、こちら思いついた方から言っていただければ、はい、あ、どうぞ、はい、和田さん、はい、はい、はい、挙手で、はい、私それこそ富士様を演じている石川由依ちゃんですね。由依ちゃんがずっと私が小学校のちっちゃい頃から舞台とか一緒にやった時期がありまして、はいはい、もう背中を見て、なんお姉ちゃんみたいな存在なんですかね。もうルーツです、私のルーツは石川由依ちゃん。そうなんです。歌い方とか、そう、憧れでした、ずっと。なるほど。そう、まあ、ね、
季節種といいますか同じような道に進まれているといいますかね、そうですね、片や声優としてというので同じアニメーションの世界で活躍されているということで、先輩お姉ちゃん、うん、憧れ、割と今でもそういった連絡とか取り合ったりするんですか、ね、取ります取ります、はい、じゃあ割とお姉ちゃん的な妹的な立場でというか、そうですね、もうね、なんかこうやって一緒の作品にずっと、お仕事でできたらいいねっていう話をしてて、あ、そうか、それでそうなんですよ。あ、じゃあ決まった時っていうのはもう、あ、 LINE してくれました。え、リコみたいな、そう、そうなんですよ。私の方が実は、あ、じゃあゆいちゃんの方が先に発表されてて、主題歌の私が、うんうん、まだ発表されてなかったので、はいはいはい、なかなか言えなくてそれまでそうなんですよ。で連絡くれて、なんか夢が一つ叶いました。リアル富士先輩なんですね、うん、そうなんです、そう嬉しいです、すごく、なるほどね。じゃあ野々木さん、野々木さんの先輩というと思う、鈴木好美ちゃんです。うわー、好美、好美ですね、好美、うん、は大先輩ですよ、うん、同じレーベルメイトとしても先輩ですし、うん、もちろん歴も長いですし、うん、現場が一緒になった時の、はい、仕事に対しての向き合い方というのかな、いろんなとこですごく尊敬しているし、うん、うん、なんだろう、年もそんなに離れていないんだけど、はい、やっぱりいろんなところで活躍してきたり、いろんな現場見てきたりっていう、その蓄積が彼女を作ってるなっていうのが歌とかでも感じるし、はいはいはい、うん、なんか私が表現してることとまた全然違う線で彼女の鈴木好美像っていうのがもうすごい出来上がってるから、すごいその作り上げている姿が尊敬します。なるほどな、ストイックですよね彼女。やっぱり、うん、もう本当にね、キャリア10年、もう本当に素晴らしいシンガーとしてっていうので、もちろんその角川の、こちらのレーベルとしても確かにお二人の先輩としてっていうので、ね、うん、ありますけども、はい、結構確かに、まあこのお二方であったりとか、まあ好美ちゃんが加わったりとかするっていうのもあると思うんですけど、結構まあまあワイワイそういったまあその歌について音楽についてとかお話もあると思うんですけども、まあ普通にプライベートの話とか、はい、よくそういった交流はあるんですか？ありますあります、あります、うん、結構いろいろとなんか聞いてみたりとか。この前神社の話はしました。え、どこ行ったのって言ってたまいもないね、そういう話を。そう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 、パワースポット行きたいねみたいな話とか、あとはなんかこう女子なんでメイクつながりで盛り上がったりとかもします、うん、あ、いいですね、やっぱなんかそういったなんか本当なんかその横のつながりっていうのはこのレーベルにはありますよね。そうですね、嬉しいです。前島さんもそうですしね、もう本当にいろんな方々が、いますけども、本当まあそういった面白い、まあ、レーベルというか、はい、つながりのあるレベルですけども。さあ、そしてですね、もう一つございます。今度はね、主人公の一人の河合ちゃん、河合ちゃんが結構ね、私この職業向いてないなとか、そういったね、ありますけども、私これ向いてないなって思うことっていうのはありますか？言ったことないですね、今度ね、うん、じゃあ今度先に行こう。私すごいマニアックだから後回しにしてもいい？何それ。じゃあ言います、私もう単純なんで、はい、どうぞどうぞ、はい、なんか水系、水水回りってこと？水回りじゃない、なんだなんだ水系？泳ぐとか？あ、そうそうそう、そういうことです。泳ぐとか、すごい金槌で泳ぐ気はあるんですけど、うん、やる気はある、やる気だけはあるんですけど泳げないんですよね。平泳ぎするとどんどん角ごとに沈んでいくみたいな現象起きて、なんか向いてないんですよ。克服はしたいんですけど、はいはいはい、そう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 、そうか、泳ぐ、まあ、まあ、いわゆる泳ぎができない。そうなんですよ、できそうなのにね、うん、ね、うん、よく言われるだからそこさえクリアすればそうできるんかいそうクリアしたいスイングスクール通うかなみたいな。あ、なるほど。とりあえずね、目の中で、いいじゃない、水の中でね、目つけるところから、ね、始めるいや通ってたんですよ、私スイングスクールちっちゃい頃。でもこの水があって、うんぱうんぱっていうの知ってます？息継ぎするなんか、うんぱでしょ、うんぱでしょ、あ、じゃあなんかこう、あ、違うんだ、うんぱうんぱって、わかりません。水の中でジャンプして、そう、呼吸になれよみたいな、そこでやめたんですよ私。おー、なるほど。だから結構向いてないのかなって。すごいですね、なんかうん、沈んで伸びてバーって、あ、そういう、ここでこうまず水になれよみたいな、はい、で息吸って
でこう水に慣れようみたいなその運波コースでやめました私。水にも慣れてないじゃないですか慣れる前にやめてる。そうなんですよ。なんかいろいろ習い事をあの親がしてくれたんですけど、はい、そのスイミングだけはできなくて続かなかったですね。すごいですね。だから本当よっぽどなんでしょうね、うん、それができないって言って F の行動されるよりも簡単ですよ多分本当ですかF より簡単だと思いますよ。じゃあいけるかもしれない、ね、いけると思いますよ。頑張ってみたいです。嫌じゃないならね。ね、そう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 。あ、そっか、怖いとかだったらちょっとあれだけど、ね、だって全身運動でいいって言うからね。そうそうそう、やりたいです。はい、じゃあちょっとね、うん、今年の目標としてもねいいかもしれないですけどね言っちゃった。 はい、というわけでじゃあ続きましてムンクさんはい、ですか。私はすごくマニアックなんですけど、うん、玉ねぎに串を刺す仕事。あれ絶対できないです。なんですか、そんな仕事あるんですか。豚串とか焼き鳥とかにある輪切りの玉ねぎ。ああ、あれめっちゃ難しいんですよ。薄いし真ん中に刺さなきゃいけないし、あれこう手を押さえてさこうやるんじゃない。そう、昔にアルバイトでちょっとやってたことがあるんですけど、はい、あ、これダメだと思って。いや、あれ真ん中一本って感じなんですか。もし世界が、そうそうです、世界が何、真ん中、そうそう、もし世界がもう串を刺す仕事だらけになったら、うん、もう本当にやばい。あー、ロボット発達するといいね。失業するね、失業たまに、それぐらいですかね。あと蜂の駆除、蜂の駆除はできないできる人いなくないって感じですよ。なんでそんな、なんかマニアックな仕事の、いやいや、そんなこと言っても私はいっぱいあるもん。あるじゃないですか。いや、芸能人の方とかでも急に蜂の駆除になんか行かされるやつたまにあるじゃないですか。 ありますもしね、まかり間違って蜂の駆除のオファーが来たらもう断っちゃう。そうですね、うん、もし例えばその蜂駆除のアニメのタイアップがついたら、うん、ちょっと危ないですよね。ちょっと危ないですねえ、虫系苦手。虫ダメですね。私虫食べたよ。そう、虫食べてたんですよ。お仕事で、笑顔で、お仕事で笑顔で食べてた。笑顔でタランチュラ食べましたあー、そういうね、う、時期もしかしたらもしかしたらあるかもしれない。じゃあ私は、まあ、泳げるわけじゃないけど水泳受け持つよ。いや、私受け持ちに言うだそれは大丈夫、はい、タイアップを私はどうぞどうぞって。それは大丈夫、確かに、あの、もしかしたらそのね、お仕事でってなってくると、アズナさん、モノノクさんも、まあ、ちょっと蜂駆除のアニメはね、蜂駆除系アニメ、特典映像でね特典映像で野本さんが蜂の駆除チャレンジとかはないと思うけどまあでも、ないとは言い切れないから。ないことはないです。そうそう、だからまあ、アズナさんも、そう、アズナさんも水泳のアニメとかなったりとかして、 MV で水の中入んなきゃいけない、はい、あー、それはもう絶対泳ぐしかないですね。そうそう、居酒屋系のアニメで野々子さんが MV で、うん、串どうすかもしれない玉ねぎ串を刺すシーンが何回も NG 出しちゃっていや、ここ見てみたいです。すいません、あ、すいませんインタビューでね、ここが一番苦労しましたってなんてやばい、お腹痛いなるかもしれないから、やっぱり、まあ、見てみたいですね。で、向いてないものとかね、克服したいものがあなた、やっぱ今年ね、はい、まあ1月なんで今年宣言して、はい、今年1年かけてじゃあいろいろと浸透させていきたい。浸透させて、はい、あの、マジでね、ぶっ飛んだなこれなんか、ほんとそれこそね、なんか玉ねぎの刺し方とかね、だから知ってる人いないのかなと思って今コメントとかね、もしいただけたらなんかこうやるといいよとか必要そう、ヒントいや、本当にやってみてくださいって。輪切りの玉ねぎめちゃめちゃ難しいんですよ。確かに難しいと思いますけども、この、あ、上げ、なんて言うんだろうな、上に捨てることが多い。1時間くらい喋れますよ、この人あの、次行ってくださいすいません、次回のね、角川アーティス苦手なっていうことで角川アーティスの次回でチャレンジしましょう。串パーティーしよう、今度。いや、しない、あ、しない、いや、マイクオフで言わないよ、それはマイクオフで断られ振られました。お返しします。はい、まずはね、その箱詰めについてその話がありましたけども、改めましてね、ここで、まあ、お二人が歌った、まあ、いわゆるオープニングテーマ、エンディングテーマでございます。まず最初に歌っていただいたのが箱詰めオープニングテーマ、あずなりこさんの知らなきゃ、はい、そしてその後にエンディングテーマ、ののこさんのチェンジ、それぞれ歌っていただきましたけども、まあ、本当にまあ、その何でしょうね、アニメ1話からオープニングエンディング両方ともね、もちろん流れてアニメーションとともに始まったというね、感じの第1話でもございましたけども、うん、改めて、まあ、この楽曲それぞれお二人作られた中での、まあ、この箱詰めという作品であったりとか、そういった部分に込めた思いであったりを聞きたいと思うんですけども、まずあずなさんから。はい、はい、そうですね、私が先ほど歌わせていただいた知らなきゃですね、うん、この楽曲はまず最初に聞いた時にもうなんてキラキラした前向きな楽曲なんだっていうのと、あとその原作を読んでいたので、イントロがもうサイレンの音と拳銃の音と、もうあれ最初から入ってたんですか。これ、あ、入ってました。そうなんですよ、初めて聞いた時から入っておりまして、
あともう言葉もですね、サイドミラーだとか、うん、すごく箱詰めの言葉がワードがキュッて入っているので、もうそれ聞いただけでもすごくワクワクしたんですけれども、なんかあのサビのドア玉の知りたい、知りたい、あ、昨日の感情、あの追い越して最初の一歩っていうワードがすごく好きで、自分自身にも通ずる部分があったりして、なんかそうですね、昨日の感情、自分の感情をおろそかしないでちゃんと向き合ってあげて、また明日一歩踏み出そうよっていう、自分の中でそういうあの心に決めている部分があったので、そのいう部分がすごくアニメもそうですし、自分自身にも重なる部分があって、はい、すごくあのもう大好きな、うん、はい、楽曲でして、でこの楽曲の中で伝えたいことは、うん、やっぱり右も左も毎日が河合ちゃんのようにまだまだ分からないけれども、うん、まずは何か自分からこう行動を起こして一歩踏み出さなきゃ何も分からないじゃないっていう、うん、はい、そういう最初の一歩踏み出す、うん、きっかけにもなってくれたらすごく嬉しいなって感じている楽曲です。うん、すごく何か前向きなそういったワードであったりとかね、はい、歌も、あ、でもすごい早口のパートがもうすごいんですよ。ね、まあ、先ほど歌ってらっしゃいましたけど、はい、歌えました。でも結構レコーディングはじゃあいろいろと。あ、そうですね。もう言葉があそこまでワードが詰まった楽曲が初めてに近かったので、で大切にしたいワードもたくさん詰め込まれてたので、すごいそこの言葉を立たせるアクセントだとか、はい、そういうのをすごくもう気をつけて気をつけて、はい、レコーディング臨みました。いやでもぜひね、まあ、アニメのオープニングで流れてますしね、これもぜひフルでね、先ほどね、ライブで聴いていただきましたけど、ね、はい、フルバージョンも聴いていただければと思います。うん、はい、さあそしてノックさんのチェンジでございます、エンディングテーマでございますけども、はい、こちらの楽曲はですね、うん、私の憧れでもあるデコニーナさんに作詞と作曲としていただきました。はい、もうそれだけでも自分にとってすごく大切な楽曲なんですけど、うん、この曲にすごく背中を押された部分があって、はい、サビのフレーズの明日もどうせ今日でしょう、うん、もう本当にこれに尽きるというか、この曲はただポジティブの押し売りになるんではなくて、前向きなアップテンポのポップな、ね、曲調なんだけど、歌詞にはその対人間の中で分からないこともあるし、不安なこともあるし、何が正解か決まってない世界でお仕事をしてる人みんなに言えることだと思うんですけど、今日は今日の正解だったんだって思うとか、もうその明日もどうせ今日でしょうが1番と最後なんですけど、2番が私が選んだ今日でしょうっていうのは、もう本当に自分が選んだ明日を生きるし今日を生きてきたから、もう今日は今日みたいな、切り替えの、なんだろう、切り替えのスイッチになってる楽曲でもあるなと思っていて、どんな一日に対してもそういう風に気持ち切り替えてというか、これが私だし、チェンジ、本当に変わっていく私も私なんだ、変わってていいんだ、変わらないことは変わらないで、これも自分なんだっていう風に受け入れるっていう選択肢を持てるようになったきっかけをくれた曲だなって私は思ってます。なるほどな、はい、いやもちろんこ そのデコさんの楽曲としても非常にまあそのデコニーナさんらしいっていう、デコさんらしいそういったポップなアプローチっていう部分もありますし、だからそういったキラキラしたポップなサウンドをある種受け止めるノノックさんの歌声っていうのもすごくフレッシュと言いますか、これはそうですね、私自身もこの楽曲いただいた時に自分の声だったり歌い方にすごく迷ってて、でもこのチェンジっていう曲がこの曲に対してはこういう向き合い方でいいんだというか、これから育てて成長していく楽曲の一つでもあると思うので、新しいことに挑戦したっていう意味ではチェンジ本当にぴったりだなと思ってます。なるほど、はい、そっかそっか、だから本当にだからそういった意味では何か、まあ、この箱詰めという作品でもありますし、やっぱりオープニングエンディングお二人ともともどもにやっぱりこの新しい、まあ、1年もそうだし新しい時代を迎えてこの踏み出すといいますかね、前に向けて明日に向けて踏み出すというなんかそういったポジティブさっていうのはなんか、ありますし、多分お二人の中にもそれぞれ感じられるものが
あるんだなっていうのは、はい、うん、非常になんか今回素晴らしい2曲だなっていうのはありますけども、ありがとうございます。ちなみにお二人、はい、まあ、もちろんでございますけども、お互いの楽曲は聴かれてると思いますけども、はい、はい、聞いた印象としてはいかがでしょうか、あずのさんの。はい、それこそ今ののくちゃんが言ってたもうその通りで、新ののくだなって私は聞いた瞬間に思って、まず最初に聞いた第一印象が、あ、このののく新しいって、うんうん、そう思って、はい、レコーディングスタジオで聞いたんですけど、そう、もう速攻言いました。なんか、うん、それもそうですし、なんか一見お互いのこう楽曲をこう聞き合って言ってること同じっぽいなっていう前向きって思ったんですけど、はいはいはい、なんか結構なんて言うんだろうな、やっぱりオープニングエンディングっていう感じがする。そうそう、結構ののくちゃんの楽曲の方がなんか気軽に応援してくれてる、どうせ明日も今日でしょとか、うん、エンディングっていう意味では本当に1話1話を締めくくってる感じが私の曲にはあると思うので、もう乗りながら、そう、うん、朝に聞きたいというか、うん、なんかそう、背中をそんなに気を張らずに押してくれる楽曲だなっていう、いいこと言う、ありがとうそういう爽やかさがありますね。ありますね、うん、確かに確かに、はい、そっか、ののくさんはちなみに。そうですね、リコちゃんのその楽曲知らなきゃは、うん、あの歌詞もそうなんですけど、その焦燥感をすごい感じる曲だなと思ってて、本当に駆け出しで何もわからない河合ちゃんがなんとか踏ん張って奮闘していくぞみたいな、うん、必死さがリコちゃんのこう感情を込めた歌い方とか息遣いにすごく合ってるなと思いました。ありがとうございます。お互いを、ね、多分よく知るからこそ、さらに曲をこの曲を歌ってるその 相手といいますかね、はい、彼女はこう思ってるんだとか、こういうのが分かってくるというかね。ああ、そうですね、より深く分かる部分がありますが、さあそんな、こちら知らなきゃとチェンジなぞらえてですね、またこれも、お題があるんですけども、 お二人が今年知らなきゃ気が済まないこと、知らなきゃ気が済まないことを教えてくださいと、はい、あるんですけども、知らなきゃいけないこと、アレルギーです。アレルギー、アレルギー検査がしたくてしたくてしたくて、それしたいでしょ。私もしたことないんですよ。した方がいいんですよ、うんうんうん、なんか確かにアレルギーお持ちであったりとかするんですか。なんかいや、ないんですけど、うん、それこそここ2年ぐらいで原因不明の失神みたいのになることが、幸いあのこの見えるところ顔とかにはできてないんで大丈夫なんですけど、なんかこうお腹とか足とかに急にわってできることがあって、何が原因なんだろうな。原因はあるはずだよね。わかんないの、それ大事だ。確かに。でも結構ね、意外とねやってみたら、え、これのアレルギーなんですかっていうの結構あるみたいですよ。ありますよね、なんか蓄積でダメみたいなのもありますよね、うん、そうですそうです、ね、全然同じシンガーさん、アーティストさんで、ゲロちゃんっていう、ゲロっていう男性のシンガーが、はい、あの方は自分でうどんっていう曲を、うどんの、あ、うどんの、そう、うどんっていう曲歌ってるんだけど、アレルギー検査したらうどんアレルギーだったって。そう本人は好きなんですね。それ好きなんですよ。もう歌えないって言って、ね、いやっていうのがあるかもしれないから。食べ物系なんかあったっけ、私たち曲。今のところない。今のところない早めに先手を打ってとかいいかもしれない。確かにね、まあ結構そのね、お体に関わることですからね、そういうのも早めに言っといた方が、実は好物がアレルギーだったのも。うわー、でもこうね、この年で知るとね、食べれないよもう。いや、でも食べてどうにかなるよりかはいいでしょう。そうだね、うん、知らなきゃ、知らなきゃ、知らなきゃよかった、知らなきゃよかった、知らなきゃよかったになっちゃうかもしれないですけど、調べましょう。はい、はい、はい、じゃあ、アザンさん、知らなきゃ。はい、私がもう気が済まないことがありまして、高尾山のすべてを知りたいです。高尾山のすべてを、はい、知らなきゃもう気済まないです。彼のすべてを知りたい、彼のすべてを知りたい。私は全コース制覇したいですね、景色とか。はいはいはい、登られるんですか、高尾山。去年から急にハマり出しちゃいまして。ああ、はい、いいですね。もうなんか気づいたら高尾山にいたっていう感じで、なんか怖い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 気がついたら京王線、京王線乗ってた。京王線乗って、そうなんですよ。で、高尾山に行ったらもう最高で、一人でスニーカーで行ったんですよ。ほんと間違えました。いや、スニーカーはダメですよ。滑ります、滑ります。スニーカーって普通のスニーカーってことですか。あ、そうです。ランニングシューズです、すいません。ランニングシューズで
行っちゃって、なるほど、そう知らなくて何にも知識ないのに行けるかって思って行けたらちょっと舐めてましたねだからもう今度、ま、ちゃんと登山靴買って、はい、そう登りたいなってリフレッシュにもすごいなりますし、あ、いいですよ、あの、はい、僕は結構しょっちゅう登ってる方だ、僕は割と、はい、その全コース僕行ってますよ。マジですか教えてもらったら、そうです、あのちょっと後ほど浅田さん以上に浅田さん以上に彼のこと知ってますから、ね、彼、うわ知らなきゃおー、決まったという、いっぱい教えてください、はい、先輩先輩に、はい、そして、もう一つ、じゃあチェンジになされてですね、お二人が今年チェンジしたいことお伺いしたいんですけども、まあね、まあ今年変えたいもの、まあ、そういうね、一つの目標になりますからね、今年の目標というか、うん、あります、ありますよ、生活リズムです。どうした、おどうした、もうリズムが、あの悪いよ悪いリズムが悪い、うん、そうなの、夜更かししちゃうとか、夜更かししてることがバレないように生きてるんですけども、あ、それはじゃあ睡眠時間を削ってってこと、たまに5時半ぐらいにいいねしてることもありますノノックのツイッターでそれはもう バレてるってことですか夜更かしさんだなっていうのが、いやそうなんですよね、どうしても夜型が治らないんですよね、で治したいんですよ、チェンジする、チェンジ、 めっちゃ朝強くて、そうなんですよ、朝、今日あれです、今日このイベント配信あるので、うん、朝6時からランニングしました、おそう、朝日昇るときに早起きして、かっこいい、早起きしました、ありがとうございます、本当に尊敬します、ありがとう朝方ありがとう、結構一日長く感じていいこといっぱいです、一回でも一回でいいから10時に寝ちゃえばいいの、もうこう寝ちゃえばいいの、いや分かるんだけど、うん、1時ぐらいに起きちゃうんだよね、あーそっかそっか、いつも起きてるから、でも、うん、分かるの、朝の素晴らしさは何度も経験してる私も知っていると、私も知っている、寝れなくて、あ寝れないなってなって、うん、たまにこうちょっと外出ようかな気分転換にみたいなの時の朝の素晴らしさ、すがすがしさ、空の広さも全部知ってるんですよ大丈夫そうですね、まあ大空とね大地はもう広さは知ってるぞと、だからもう体改善したいです、なるほどね、いやこれはちょっとでも一つの目標ですね、まあ、うん、1年かけてじっくりかけてね、うん、そういった体質だったりとかそういったのも含めて、うん、じっくりその朝方にずらしていくっていうね、はい、はい、まあこれ面白いですね、もうお二人が朝からね、やり取りするようなね、おはようみたいな感じで朝やり取りするような、まあ、間柄になっていただければと、うん、はい、思いますけども、うん、さあそしてですね、本日、カップリング曲この後ね、はい、初披露ですねしていただくということでございまして、ちょっとそれぞれお伺いしたいんですけども、まずは、安田さんの知らない、はい、知らなきゃのカップリングの知らない、そうなんです、知らなきゃからの知らないなんですでございますけど、はい、これも聞かせていただきましたけども、ありがとうございます、この、 いわゆるボーカルとギターとのパーカッション、はい、カホンですか、そうですね、が入ったすごくシンプルな、これもまたすごく、まあ、いわゆるある種叩きつけるような、いやとんでもない曲だなと、知らなきゃもとんでもないなと思ったんですけど、はい、知らないもすごい、そうですね、うん、いろいろ歌詞の内容も含めて非常にそういったなんでしょうね、はい、あのいろんな思いが渦巻くような曲になってますけども、はい、歌ってみていかがでしたか、いやー、この楽曲はですね、本当に今回のカップリング曲、自分が何を伝えたいかっていうことをこう打ち合わせとかたくさんしていただいて重ねて重ねてできた楽曲なんですけれども、自分がこうなんで歌を歌いたいのかみたいなことを問われた時に、理由なんてないよって思って、いや知らないよって思って、でもなんかそれって自分を持ってないことなのかなみたいな、でもうどんどん頭の中ぐるぐるしちゃった時期がありまして、うんうんうん、何のために歌っているのみたいな、でも理由はないんだよな、もうっていうことを思って、もうだいぶスタッフさんにご迷惑かけて私そうで全然まとまらなくて、でギリギリになって、うんうん、そうですね、もうそれをそのまま歌にしたらいいんじゃないかって、うんうんうん、もう思ってること全部吐き出していいよって言ってくださって、うんうん、私もうワードでブワーってもう今までのこのデビューしてからの音楽に対する姿勢だとか歌に対する思いとか、もうみんなになんか見せられないくらいの内容のものを結構、あんまり
言う機会ないじゃないですか、こんな、うんうんうん、そこでこう言わせていただいて、それを田中玲さんが言葉に変えてくださってできた楽曲なので、やっぱり自分自身で本気で思っていることとかって訴えなくなっちゃうんですよ、ライブで感極まって、うんうん、だからそれをもう言葉にこう変えてくださったことがすごく嬉しくて、うんうんうん、はい、なのですごくかん、あのもう言葉を伝えるための楽曲っていうんですかね、それこそカホンとあのギターでシンプルにしていただいて、はい、はい、これはとんでもない楽曲になりました。なのでもうぜひね、まあ、聞いていただいて、はい、あの本当にその何を話して何を喋ってるか、何を思いを伝えようとしてるのかっていうのを、はい、注目しながらね、あの聞いていた、この後ね、披露されますので、よろしくお願いします、お願いします。さあ、そしてノノックさんでございます、はい、ノノックさんの、こちら、チェンジの、カップリングが2曲入っておりまして、1曲翡翠はこちらもすでにね、アニメーション MV が公開されている、ノノックさん作詞で、ふもちゃん、ふもさんが、こちらね、作曲、これまた素晴らしいエモーショナルな曲で、ありがとうございます。この歌詞の世界観がちょっとまたすごい素敵だなと思って、情景、まあ、季節感がすごく伺えるような歌詞といいますかね。嬉しいです。こちら、まあ、ちょっとはい、もうすでに公開、 MV 公開されて、多分皆さん 聞かれてると思うんですけども、こちら歌ってみていかがでしたか。そうですね、私のその時にやりたかった音楽性というものをすごく再現してくれた一曲でもありますし、うん、はい、作詞をするにあたって、うん、今回もそのアニメーションミュージックビデオ計画の第2弾で、はい、第1弾の一人色っていうのに、うん、につながった楽曲なんですけど、私の中で一人色の主人公と翡翠の子っていうのがいて、うん、ミュージックビデオを見てくださった方には分かるんですが、その翡翠の子の表している感情はどういった気持ちなのか、うん、あと見えてる景色はどういう風に感じるのかなとか、うん、そういうことに着目したくて、はいはいはい、書きました。あと翡翠っていう字がですね、うん、あの歌詞に響くカワセミのねっていう最後のフレーズがあるんですけど、カワセミっていう字と翡翠って字って漢字が同じなんですよ。同じなんですね、はい、全く同じで、はいはい、なんかこうその翡翠の主人公の子は、うんうん、いわゆる色覚障害っていうのを持ってるっていうふうに私が、うん、あのキャラクターとして決めてるんですけど、うん、その障害を持ってる方でも綺麗だな、鮮やかだなって思ってもらえるような、うん、ミュージックビデオを作りたいなって思ったのもきっかけになりました。色彩感というか、まさしくそういったものが伺えるような音であったりとか、うん、そういった歌詞の世界観だったりとかすると思うのでね、こちら、まあ、はい、映像とともにね、こちらぜひチェック、また改めて、そうですね、皆さんに考察もしてもらいたいななんて思ってます、うん、なるほど、はい。さあ、そしてもう1曲なんですけども、こちらも、作詞のノックさんでございますけども、ネオンテトラ、こちらが、またアニメーション MV の今度第3弾、企画の第3弾になるわけですかね、はい、翡翠につながる第3弾となっております。あ、なるほど。今回もそうですね、うん、その1曲1曲にカラーのテーマがあって、ひとり色は赤、翡翠は緑、はい、ネオンテトラが青っていう風に決めてるんですけど、今回はそのひとり色の子と翡翠の子が翡翠の MV の最後に出会うんですが、その後の若い彼女たち、彼らたちというか、若い2人が持ってる若さゆえの青さみたいなの青い感じをどうにか表したくて、まだミュージックビデオはあの打ち合わせ段階なんですけど、ちょっと絵コンテとかもだんだん上がってきていて、こちらも楽しみにしていただきたいなと思ってます。なるほど。じゃあまずはね、あの音からまず入っていただいて、その後の、ね、映像も楽しみにしていただければと思います、はい。さあ、そんな、お二人の、ね、ニューシングルでございます。改めてそ、お知らせで、こちらですね、こちらの内容させていただきたいと思います。まずアズナさんのこちら知らなきゃでございますけども、はい、はい、こちらが、リリースが、1月26日でございます。はい、こちらもね、ぜひ、はい、今ちょうど出てるか、これジャケ写か、ありがとうございます。なんかなんていうか、街並みの中に巨大なアズナさんみたいな巨大なアズナ、そうですね、そうなってますねはい、すごく素敵な、はい、すごくその右も左もわからない自分って言って
言ったじゃないですか、はい、先ほど。なので衣装もこういうなんか白でも黒でもないこういうカラーにあえてして、で靴も実はちょっとそれくらいかもしれないですけど、一歩踏み出す一歩、最初の一歩、うん、その靴がちょっとキラキラしてるんですよ。あ、なるほど。そういうあのジャケットになってます。なるほど。そう、ぜひぜひちょっとねこちらもね、合わせてチェックしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そしてののんくさんのエンディングテーマ、箱詰めエンディングテーマのシングルチェンジでございます。はい、こちらが2月2日、2月2日発売、2022年2月2日2222です。おお、覚えやすいでしょ。縁起の良い、これは縁起もいいし覚えやすい、うん。そしてこちらのジャケシャオがね、いい今のこのご衣装も、あの今回も山本さんのご衣装の、あの、はい、交差点の真ん中に立つですか、これ。危ない、この撮影は大変でしたよ。だって、確かに、あの交差点っていうのが、うん、あのそれこそ人生の岐路だったり、うんうん、選択肢っていうのと合わせていて、なるほど。撮影自体はあの、うん、去年行ってるんですけど、はい、青信号のたびにカメラマンさんがはしごを持って今青です登って、赤なりました戻ってください、赤なります点滅しますすげえ。だってこれしかもこの、ね、今ご覧いただいたけど誰も一人も人もいないようなというか、それを狙わないといけないというか。そうなんです。それこそ早朝に行ったんですけど、わ、交番の方がおあら、それこそ交番の方がこちらちら巡回してました。じゃあ安心もんじゃございませんよ。箱詰め見てくださいみたいな。箱詰めっていうやつのエンディングなんです。よろしくお願いします。言いたかったんですけどね。今頃伝わってると嬉しいですが。嬉しいですね。あの時のみたいなね。許すって。さあ、そんな、ニューシングルそれぞれリリースございますので、ぜひともねチェックしていただければと思います。そして2月4日。でございますけど、オープニングテーマ、エンディングテーマのシングルの二人の合同インストイベント、はい、あるわけですね。はい、なんか合同誕生日みたいな感じのね、お二人でなんか一緒にお祝いする、久しぶりだよね。ね、インストイベント自体が久しぶりなので、すごい楽しみですね。なるほど、うん、こちらね、すでにこちら、出てますね、秋葉原ゲーマーズさんにて2月4日の、金曜日19時から秋葉原ゲーマーズさん本店で行われます。詳しくはね、アニメのホームページや、お二方、あずなさん、ののくさんの SNS などこちらチェックしていただければと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、 CM の後は、お待たせしました、ライブのコーナーでございます。
したのはフィフスシングルチェンジのカップリング曲翡翠でした。はい、そして次に歌わせていただきます楽曲は先ほども伝えた通り今回の私のオリジナルアニメーションミュージックビデオ結核のさっき第2弾が翡翠、そして次が第3弾ネオンテトラです。今日が初披露になります。それでは聴いてください、ネオンテトラ。遊ばれてさまよう
して野々久ちゃん、素敵なライブをありがとうございました、ということで改めまして東莉子です。ここからは東が歌わせていただきます、昨年私が担当させていただいた主題歌をここで、お届けいたします、キーさんのプラネタリアンという素敵な作品がございます、誕生から15周年を迎えまして OVA 化がされました、そのテーマソングをお届けしたいと思います。それでは心を込めて聴いてください。プラネタリアンスノーグローブよりスノーグローブ。知れば鮮やかに出会いの日を思い出す喜びと期待溢れてた。どんなに時が枯れてもその笑顔は変わらずに Go!
いつか時は過ぎ別れの日を迎えたらこぼれそうな気持ち花束に込めてそう忘れ物君に重ねた夢の灯火今も確かに君がいるとまるで輝く星もよそんなかけがえのない日に君が隣にいて笑ってるその儚さを閉じ込めそっと抱きしめるよくない鏡の向こう
だけで痛む観客の星ピンスポのソファメーク、モンスターのメーカーねえ、怖いだよ怖いだよ怖いだよ、戦わなきゃなのに自分だけが気持ちいい場所を Yes 選んだ、今できることでなんだよ、思い出せ本当の音色ございまして、こちら野々木さん、そして東さん、素晴らしいライブお聞かせいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございまして、門川アーティストライブボリューム10、今夜は2組のアーティストをお迎えしてお送りしました。じゃあ感想を伺っていきましょう。まずは野々木さん。はい、歌い初めでした。はい。あのネオンテトラ初披露もありましたし、こうして歌を届けるイベントがね、また少しずつ復活できたら嬉しいなっていう風にまた今回ね歌ってみてまた思いましたし、新曲のねチェンジ新譜ですか、フィフスシングルすべて、私の、変わっていく私を本当に表した一曲一曲だと思うので、今回で受け取っていただけて嬉しいですし、ぜひ CD も聴いていただきたいなと思いました。はい、いやね、楽しかったです、ね、楽しかった、たくさん喋りましたです、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、そしてあずさん、いかがでしたか。はい、はい、歌い初めでした、はい、本当に楽しかったし、たくさん喋らせていただいてとっても嬉しかったです。やっぱり歌って最高だなっていう思いでいっぱいですし、こういう形で新曲が届けることもできたことがすごく嬉しいです。そうですね、もっともっとこの曲を、まあ、アニメはまだ第2話ですからね、あのこれからどん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 最終話で盛り上がっていけるように、私自身も音楽でさらにあの盛り上げていきたいと思います。そしてこの今日発表した楽曲たちもさらにさらに成長してね、届けられるように頑張っていきます。私の今年のテーマがやるならとことんなので、朝しっかり走って体力つけて、
はい、さらに完璧なパフォーマンスを頑張りたいと思うので、あの今後ともあのアズノックアズノックよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、改めましてそのお二人のですね、こちらテレビアニメ現在放送中でございます、箱詰め、こちらの、オープニングテーマ知らなきゃは1月26日発売、こちらアズナリコさん、そして、エンディングテーマ、ノノックさんのチェンジは2月2日発売となっています。こちら、それぞれチェックお願いいたします。そして2月4日のオープニングエンディングテーマ、合同インストアイベント秋葉原ゲーマーさんで行われますけども、こちら、配布、こちら参加の、ね、締め切りが、はい、間もなくということだったので、明日までですか、明日の23時59分までなので、はい、まだ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 買ってなかったよっていうか忘れてたよっていう人も、ぜひ、はい、今回のね角川ライブでも、多分こんな感じになると思う、いいなって思ってくれた方はこれから間に合うので、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけでありがとうございました。角川アーティストライブボリューム10、以上となります。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。